さあ放送席は佐藤義弘さん、関根勤さん、アルコ&ピースの平子祐希さん、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。関根さん、はい、強肩カムバックしましたね。いや帰ってきましたね。竹内選手の試合はね外れないんですよ、うん、全く凄まじい KO、 そのパンチスピードですよね。ものすごい、もうね後楽園ホールよく湧きましたよ。全く竹内選手が出てくると、うん、そうですね、まあ、伝説的なライト級グランプリクラッシュの戦いですよね。はい、まあ、それであったりその黎明期創世期を戦ってきた竹内に対して平子さん、はい、悟るなり合いはもう語ってますね。今自分が進行形であると。そうですね、この試合僕の中でのちょっと裏メインなんですよ。はい、はそうですか。何かそれ分かるような気がします。まず竹内の動きどうですかね、久しぶりでも体は絞れてますよね。確かに、まあ、15キロ以上減量してきたわけですね。佐藤さん、はい、最初のステップからスピード、それから蹴りも強いですね、竹内は。そうですね、もう何でもあのパンチってイメージがありますけど、まあ、基本何でもできますからね、はい、そうですね。入場からのリラックスしてましたね。そのリラックスしてあくまで楽しんでいるところ、それをみんなにも楽しんでもらいたいなんていうふうにも語っています。林健太戦から5年7ヶ月ぶりの復活、これが44戦目菅原道場です。これ蹴り足掴んではいけません。接近して左、何が悪いとばかりの表情を見せています。さあでも関根さん、まあ、自由に回ってこの攻撃の輪を作り続けていくようですね。関根さん、はいはい、どう見えてますか。いや今のところあれですね、そんなに衰えはないですよね。あそうですか、左このね、あこの雰囲気はいいですよね。そうですね、右、お互いの右です。さらにボディ打ち、思いっきり鳴り合いは横蹴り、ここパンチからのモーションです。平子さん、第1ラウンド半分です、どう映ってるんですか。竹内選手ふてぶてしいですね。あのままですね、あの頃のまま、ね、もう会場のね、一体にするオーラを持ってる選手ですからね、まあ、そのオーラのまま。いやしかし鳴り合いの方もパンチの頃合いを見計らうかのようです。佐藤さん、距離感などいろいろ変わりますね。そうですね、あのまた強肩が活躍してた時と今の KO はまたルールが変わってきますので、はい、ちょっと今蹴り足のキャッチで、ね、今少し戸惑ってますよね。そうですね、まあ、バックフローはだいぶ距離を取って見切っていました。まあ、ここもヘッドスリップあってから左、右はボディへ、左フック、だいぶ体勢低くするボディ打ち、この威力はどうか。鳴り合い返す右、鳴り合いは師匠が敗れている相手との対戦です。2018年11月デビュー、竹内の弟弟子島野幸太郎選手の名勝負もありました。さあその島野対浦部博隆を見て、それから東馬選手、強肩仁選手の戦いを見て刺激をもらったというのが強肩竹内です。その京都のウィザードキックボクシングジムでここ1年トレーニング、まあ、ちょっと動き佐藤さん止まりましたかね。あのさっきのそうですね、右クロスがちょっとダメージありますね。お互いあの右がありました。なり合い、打ち合ってくれれば噛み合う、そんな風に語っています。ローキック、ここも蹴り足を捉えてはいけません。ちょっと口が開いている強肩竹内、時間がない。最後に接近したところ、ここで第1ラウンド終了です。関根さん、はい、今セコンドにどうってちょっとこう聞いたように、竹内の表情ありました。そうですね、やっぱりちょっとね、前世紀と比べると少しパワーが、やっぱり38歳っていうね、はい、年齢の中でコンディションを整えてますけども、ちょっとやっぱり昔を知ってる僕としては物足りないですね。そうですか、まあ、5年7ヶ月って長いですよね、ブランク、まあ、その間やっぱりモチベーションだったり、平子さん、はい、本当にいろいろあったというふうに本人も語ってるんですけれども。そうですね、その中でやっぱり、はい、今現在進行形でやり続けてきた成合選手が、はい、ちょっとうまさが見えますよね。パンチを足を止めてパンチを、はい、の打ち合いもところどころ見られますけども、はい、今のところ成合選手がそこは制しているような気がしますね、はい、セコンドアウトの声がかかっています。まあ、今梶原隆二さんから策を授けられていました。成合選手も3連敗中なんですが、毎回激戦、中島千尋選手、山本直樹選手、西本成文選手と、
まあ、佐藤さん、はい、チャンピオンクラス、上位クラスと戦ってきたわけですよね。そうですね、もうあのノイゲンは KO されてますからね、まあ、しかし今もこうちょっとこう駆け蹴り気味に放っていきました、なり合い。さあ、あの強肩、この1ラウンド目、はい、3分長かったなって思ったんじゃないかなと思うんですよ。この久しぶりのプロのリングで、はい、やっぱ練習の3分とこのリングでの3分って全く違いますからね、はい、まあ、力の入り具合など、はい、運転の差ですよね、はい、あとやっぱり相手が倒すつもりで来てる攻撃を受けた時とスパーリングの時の攻撃では全然違いますんで、はい、でしょうね。まあ、それからなり合い4勝のうち3つの KO 勝ち、まあ、ハードヒッターですからね、はい、思い切り、うん、ここもワンツーから右だー、当てか知らず強肩まず炸裂、なり合いちょっと目線は怪しいか。ここでタイムストップです。ニュートラルコーナーに戻らなければいけません、竹内。そしてカウント速攻です。佐藤さん、はい、当てましたね。当てましたね。ダメージあるんじゃないですかね、ナリアの。まだ時間あります。この左のフック。ここね、ダメージ回復待つか、はい、打ち合うか。追いかけていく。打ち合いを、強肩はやっぱり選択するようです。ナリアも打ち合いますね。これはナリアの得意な形にもなってくるということですからね。はい、ナリアもチャンスですよ。残り1分40秒切りました。バックブロー、意表をつく。そして右のストレートへ。林健太戦から5年7ヶ月ぶりの復活は強肩竹内。おー、ナイスボディ。ここもボディへ。なり合いのボディいいですよ。そうですね。第1ラウンドは竹内もボディ打ちがありましたが、ここを奪うようになり合い。さあ、この辺りから、あーっと、ボディ、竹内の攻撃。それでも右のフックはなり合い。足技も忘れない。右突き出す。ガーッとふらついた。なり合い追いかけてくる。残り1分になろうとしています。左フックテンプルへ。重たい。この拳5年7ヶ月経っても焼いている。何か関根さん、うん、ちょっと凄みをまとって追いかけていくような気持ちがありますね。そうですよね。ここもそう、やっぱ凄みがありますよね。腰から下せた。なり合い立てるか。どうだ。打ち合いなら噛み合うと語っていた悟る。なり合いダメだ、ダメだ。入ってきたマッドフィスト。強肩吠える、震える拳。復帰戦は KO 勝ち。平子さん、はい、今どんな思い残ってますか。やっぱこういう野生的な選手ってまとめどころも本能的に察知しますよね、ここだと思った時のまとめ方やっぱ強いですよね。それがあるかどうかというところは関根さん、はい、この現状の強肩竹内雄二でどう出るのかなという局面でもあったわけですよね。そのね、5年7ヶ月ぶりですか、はい、でこれでここまでのその、復帰してるわけですよ、はい、だからこれからまたね元にちょっと全盛期に戻っていくんじゃないですか。これから本人がまあ今も手応えは相当あるんだというふうにも語っていますしね、はい、まあいろいろ発見も佐藤さん、はい、あったとは思います。そうですね、またルールもまた違うことが分かりましたし、はい、ま、た次の試合ではね、はい、またちょっとずつアジャストしていくんじゃないですかね。さあ KO 勝ちを収めて内心はほっとしたというところもでもあるかもしれません。こうして吠えてトロフィーを掲げる2ラウンド2分29秒 KO 勝ちを収めた強肩です。あ、今平子さん、はい、ようやく笑顔をこぼれました。何かやっぱり独特のこう色気というものありますよね。そうですね、でもやっぱり相手が今回成合い選手というところでの噛み合いももちろんありましたよね、はい、成合い選手だからという展開、こういうところもでも何か関根さん、はい、いろいろなものを相手を引き寄せる男でもありますもんね。やっぱりなんかね魅力のある選手ですよね、不思議な魅力がありますよ、はい、佐藤さん、はい、61キロで戦いました。以前よりも階級を落としてということになるわけですよね。そうですね、
やっぱり時代って進むごとにこの調整の仕方も進化してくるじゃないですか、はい、こういう体重の落とし方もどんどん変わってきてますから、前あの70だった選手がウェルターでやったりもしますんで、はい、強肩も同じようにね、普通年取ったら太って上の階級行くのに下げるってのは相当節制したんだろうなと思います。相当やったらしいですね、話を聞きましたら。あ、また吠えた、関根さん。アイコンタクトありましたね今。はい、ありました。もうね、昔 K1 のね、その大会の前にちょっとしたあれやるんですけども、はい、その時にもね、いろいろ話しましたけども、はい、面白かったですよ、竹内選手は。リードが入った。いや、久々にマイクで喋れる、やったね。てかさすがにまずは俺が一発目崩したんで、あと二発、次トーマやって、その次ダイナがやるんで、ペガサス狩りウィザードからやらさせていただきます。しゃあ、あとちょっと4月4日明日フィットネスジムオープンさせるんで、皆さんそっちもよかったら遊びに来てください。じゃあ、会長が6月出ろって言うから6月も出させてください。まあ俺どっちでもいいっす。じゃあ、ありがとうございました。イエイ。いや、平子さん、はい、あくまで自由ですね。でもその中でもこれだけの調整をしてきたわけですからね、はい、そのバックボーンの努力家の部分は、ええ、ちゃんと見え隠れしてますね。そうですね、まあ、師匠である砂浦会長もいます。それから佐藤さん、はい、京都のウィザードキックボクシングでのトレーニングというのも、はい、本当に新鋭たち、トーマ選手の名前も出ましたし、はい、そういったところも活力になるんですね。そうですね、ウィザードジムもすごい技術力の高いジムなんで、はい、まあ、強肩がね、この荒々しいファイトに細かな技術をつけたらもっと強くなれるんじゃないかなと、はい、とにかく KO 勝ちで震える拳が返ってきました。強肩竹